本性映った本性ちゃんと何このゼオンってジオンですいやジオンジオン ジオン I えジオン何ジオンイアンガンダムかはいあのシャアのジオン軍です代表出るっていうかとりあえず代表いる間はこれにしようと思ってでも代表まだ来ない来てないっていうあれリオさん忘れてきたリオさん多分来るでも置いてきたっすね忘れてきたなじゃあタイトルいきますかいきましょうあそう違うんだなんていうファールノイズいやヘイターナッチタイガのパタラバルいいよじゃあレイタータイガーのあれちょっと違うパパラバルちょっと違うからこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、お久しぶりです。お久しぶり。久しぶり。いつぶりだ？先月放送できなかったか最後。そうですね。2週間ぶり、3週間ぶりぐらい。やったんじゃないよ。髪内側に入れてるからやって見えるだけ。寂しかったか。ごめんな。イエーイ。イエーイ。イエーイ。このメンツ久々っすね。久々だね。いや、本当に。そう、俺この間出た時もこのメンツだった気がする。もはや、このパールの放送が久々だよね、多分。ですね。すぐ電波障害起こすから。あ、一応先に言っとこう。今週からね、MC3 人固定になりました。お願いします。うえぇーイイエーイイエーイイエーイだから、この3人。イエーイイエーイこの3人の誰かは。イエーイうるせえよお前ら呼ばさってんだ今わーいわーいイエーイ激しいイエーイからのイエーイタイガちゃん服だあ、服同化してるタイガ本当だ服が何あ、本当だあ、やばい背景青だからか青だからすかねこれちょっと見てくださいドローンお腹も痩せて見えるよ一回脱いでこれ脱いであ、本当だあでも透明人間なんで全部見たってすげえ俺でも透明人間なんでレンドラか2週間で見たのよっえ昔のやつも見たのあのメンタルクリニックでしたっけ最初ああなんかねそっから鼻眼鏡になって鼻眼鏡タイガのテンション高いいつもだよこいつそれよ俺はいつも高いんだよ何より気になるのが今日コメントめっちゃ見やすいっすね消えかけね消えかけのタイガバージョンアップしてる iPad いらねえんじゃねえこっちも見やすいよバージョンアップ全部見たのすごいね気持ち悪い全部ってよう頑張ったね。うん。通信量オーバーしたんじゃないの？スマホで見てたら。出たガタガタ。7ギガ超えたべ。うん。それ。なんでたまに小さい文字出てくるの？なんだ何これ？隣でやつが大きく。どういうこと？もうよくわかんないそれ。めっちゃ楽しかった。あ、今までの過去の放送が？なんかみんなの進化がわかるよね。なんか髪投げな切ったなみたいな。ちょうどロゴと被ってる。あいやお前がジオンみたいなもんじゃんもうそれお前どうもジオン軍ですレイちゃんタイガちゃんナッチャーンイエーイリョウさん来るよ来るはずなんだけどイエーイ Wi-Fi 使ってるの大丈夫でも Wi-Fi もなんかあれ制御されるでしょなんかねポケット Wi-Fi とかポケット Wi-Fi も7ギガまでだからね、うん、気をつけんねWi-Fi あるから大丈夫なのだってグーじゃねえ2人ほどの Wi-Fi で使ってたんだよかっこいいありがとうラッキーイエーイラッキーラッキーイエーイラッキーラッキーラッキーイエイイエイナチ君かっこいいイエイイエイイエイこの3人が固定じゃなくてなんか1ヶ月おきでね1人ずつ MC 変わっていくからそうです1ヶ月、ね、2ヶ月上着脱いだ方がいいかな変態だなお前もう、まあ、どうせちょいちょいみんな出るでしょ、まあ、だから、ね、なんだかんだその時の MC のやつが多分誘うと思う、うん、投げ銃じゃ帰ってくるかな投げ銃投げ銃はい3、2、1だまっグーイイエイイエイグーイグーイイエイみんな呼ばれてるわ今日。餌太鼓。なんで隣に来るの俺の。もうジオンやめません。好きじゃん。え？パールなんて知らないのかな。うわなんか違う。白よく似合うありがとう。ジオンジオンジオンあれでしょ。ジオンだよ。あの京都のさ綺麗な街でしょ。りょうちゃんです。ジオン。ビンカンビンカン。始まった。ビンカン。じゃあこの間あの
たの。いただきます。超面白かったです。やっぱり。いただきます。いただきます。いただきます。何だっけ、あの玉ねぎ英語で言うと何だっけ、あれ何だっけ。オニオン。オニオンね。全然遠いから。お前全然敏感じゃねえから。何だっけ、あのエグザイルの夏っぽい歌、何だっけ、あの。ああ、キャリオン。あ、キャリオン。じゃ遠いってだから。ギオン、ジオンだから。キャリオンでしょ、キャリオン。大阪から東京に来たホットクラブでしょ。あ、それシオンか。シオン、シオン、シオン。シオンあ、何だっけ、犬のさ、耳立ってるさ、あのちっちゃい子がだっけ、パピオンね。で、だから、お前今、シャレンダーしながら。アウト。ゾウさんの鳴き声でしょ。パオン。そういうわ。そういうわ。いやいやいや、まだ、パピオンより良かったよ。パピオンより良かったよ。パピオンって何だ。パピオン。あ、小型犬って結構まんまでかい。代表、代表好きな拝見してるんですよ。あ、マジで。はい。みんなのお湯は太陽。あ、いいね。あ、太陽ね、太陽。うまい。うまい。みんなの太陽ね。なんかもう、ここまで来たら、そっちの方がなんかセンスありそうだね。あ、何げ、あの、沖縄のあの、おっさんの歌手、何でしたっけ、あのグループのあの。何げ、ビギンね。全然違う。誰だよ、お前。お前がビギンだわ。あの、シマンチの宝ね。意味がわかんない。お、ジオンじゃん。はい。青にしてよ、ビギンじゃん。なんか、ビギンの格好したの。誰手の加工？俺のグラスは？りょうちゃん。ミンチ。りょうちゃん、俺のグラスは？え？それミンチにしたやつや。代表。ウェイ。あ、バースデー。バースデー。あ、バー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 スデー。バースデー。バースデー。バー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 スデー。バースデー。バースデー。バー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 スデー。バースデー。バースデー。バー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 スデー。バースデー。バースデー。バー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 スデー。リアルバースデーです。リアルバースデー。リアバー。マッチおめでとう。しかも、パチ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 やってるけど、リアルな妖怪のパチパチです。翼の八ね。バーの八。バーの八。あら、ナイトチューブさんから、あの、セキュリティーフィールベター。なんだ、ネズミコス。え、くれんの？ありがとう。誕生日おめでとう。お、すげえコメントが出て、パチ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 。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。今日から31。分かったそうですね。10月じゃないです。
夏から劣化したしか言われねえから劣化昔かっこよかったんだけどさ写真で見た時はおい昔の写真は確かにやばい、やばかったよ。俺入った時一番かっこよかったもん。濡れるレベルだ今が一番ブス。おいいや明日もブスでしょ明後日もブスでしょ毎回ブ ブス。あ、そう俺1月4日だよ。お前につけて何笑ってんの。りょうちゃんに厳しい。りょうちゃんに厳しい。厳しいがめっちゃ厳しいから。すげえ厳しいよ。あのね、りょうちゃんには厳しいんだよね。すげえ厳しいよ。まあ劣化するからね、人って。まあね、こんな感じなんで飲みに来てよ。飲みに行くって言わないでほしいね。それだけパールという子供をね、育てて。なんでサーティワンアイスクリームしてる。あ、サーティワン。あれ、今日俺誰かにもらったよね、サーティワン。ありました。いや、それでしょ。どうしたっけ。ひどい、誰かにもらったよね。冷凍庫閉まっておりまーす。88だから、8でね。8だからね。ダック引っ越せんだね。8のね。サーティワン、サーティワン。なんかすげえ見やすい。ね、あの、親知らずなんて感じですか。親知らず。親知らず、親知らず、抜歯して、すごい痛いけど、大学見れて癒され中。あ、疲れまー。私、1月4日っつって。おー、おめでとう。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 だってレーダーのために、レーダーのためにパールは1月3日までになったからね、休みが。確かに。毎年気まずくて帰ってくる。めっちゃおめでとう来るやん。めっちゃめでたいやん。フジテレビの日。富士。そう、8月4日、今日、8チャンネルの日。8チャンだから。8チャンの。あいつら勝手に花火あげるからさ、俺のために。なんだそう思ってたってなんですけど、ディズニーとかなんか報道上がってるんだけど捉え方でしょ、捉え方ね。あのおめでとうばっかでさ、もう拾えね、なんも拾もねえや。とりあえずおめでとうで今日1500ぐらいいってほしいわ。噛んじゃった。って言ったらもう上がんないから。タイガー久しぶりはマスル飲みして。マスルできんの。いや今日できるかな。マジでおめでとう、おめでとう、おめでとう。コールの声が、ハッキーがなくなった。コールに。おめでとう。このテンションでいけたら。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめで、それマッスルじゃない。マッスル、バブルのやつや、それ。バブル。あ、こっち？コールのハッキーが。コールのハッキーがない。ライアン見てるかもしれないからね。だって、おめでとう。あれ、後ろの最後。60人いるんだ。すごい。おお、めちゃ。俺の1個下だね。俺63人だから。いや、タメじゃん、タメ。ジゲッツだ。俺2個下だって。おめでとう。あ、そっちはタメだ。俺のタメ。63年だよ。俺63年だよ。え、なんで？9ヶ月しか変わらない。6年は違いますよ。レイタ早生まれだって、1個上なの。マジで？え、ナチの1個上なの、学年。最初はおめでたいっすね、じゃあ。え、レイタって大人なんだね。じゃあ、めでたい。めでて、これはめでてえわ。俺ら25だよ。25や。え、レイさんそれ1個上なんすか。おめでとう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 。今のお前のおめでとう。いつでもいいやん。鼻の63年だよ。どこだよ。鼻の63年だよ。教えみたいな感じ。一条レイダーダメ。あ、そうそうそう。マークいっから。よう分かってらっしゃる。ナー君と比べるとまずいと思う。一ね、俺誕生日ね、リアルに5日ぐらいしか違わないんだよ。マジで。あいつ29っすよね。5日6日くらいかな。あ、そうなん。はい、12月、12月29なんで。イチも年上。え、マジで。マジでわかんないっすよね。じゃあ俺、ナチがさ、大人っぽすぎて。でも俺入った時、ナチさんより。ナチさんより、ほら、パールのお兄ちゃんって感じ。パールが入った時、20歳だったからね。けど前の写真とか見たらあれっすよ。一番この中で、あの、俺入った時からっすけど、老けてねえなと思う。良さっすからね。あー、わかるよ。良さだって俺入った時は何も変わってないから。俺ずっとこの顔。良ちゃんなんか、俺中学校からこの顔。でも着てる服が高くなってきてるわ、間違いない。あの、もらいまくってるからね。髪の長さぐらいしか変わってないもんね。りょうさんも年下だと思ってるでしょ。だってあのルアの時の写真見たら気持ちよかったよね。りょうちゃん髪がなんか三つ張りになったからね。すげえ長かったもん。あれやばいですね、あれはやばいですね。りょうさん、減るね。29万6のやつになって1にいてんそれ。なんかさ、なんか今度みんなの昔写真とか載せたいね。あ、懐かしいっすね。それダメですって。ニワトリ見てるの懐かしいな。子供の時の写真っすか。代表はいいかもしれないですけど。俺、子供の時の写真めっちゃありますよ。あるぞ。これ、ネッチの昔の写真見たわ。あ、チンチン出せるやつでしょ。いいなぁ。あれはダメだ。あれ超かわいいすぎるから。かぶってました、その時。俺、それかぶってた。お前、生後何ヶ月ぐらいの、お前、立ち上がってくる。めっちゃもう、震災保険。
やめろ。俺あと1年歌舞伎町にいたら俺歌舞伎町で義務教育終わりだ。何最後かんじゃったーかんじゃったーわーいわーいかんじゃったーかんじゃったーわーいわーいかんじゃったーかんじゃったーわーい。だって義務教育なんかうちのお母誕生日いつも送ってくんだ今俺のちっちゃい頃の写真かわいすぎるよ。俺今11年目でも何しのお母ちゃんかわいいかな。12年うちのお母マジかわいいから。あれ義務教育終わってる小6クラス。あ、俺じゃ高校卒業したんだ。40年間違ってる。やばくない。いや昔から義務教育わかる。うちのお母がどんどんさ計算関係性ゆとりになってもなんかすげえショックある。俺歌舞伎町で高卒じゃん。1年も合わないとさ結構老化していくじゃん。学習期間は全部終わりますね。日に日に背中ちっちゃくなる。いやー歌舞伎町12人はしんどいわ。みんな大体の学生時代もう経験しましたな。みんなズル向けじゃねえよ。え、なっち歌舞伎町何年？8年ぐらいですか。うん、レイタで9年。俺も9年。りょうちゃんね7年。8年ぐらいですね。7年ぐらいですか。7年8年ぐらいですかね。うん、やばいわ。なちママかわいい。なちママ？なちママかわいいよ。なちママかわいいよめっちゃ。俺のママ可愛い。まあ多分俺しか見たことないけど。あ、右と左で話しないよ。違うの。俺の実家も来たしね。この放送。え、マジで？そうや。え、ナチに行った。え、そうだ。ダイちゃんと会ったよ。で、うん、なんか一緒に帰って、秋田駅行って、俺の友達が、友達やんもん。あの、俺の友達がナチを連れて送って帰ったんですよ。そう。だからリョウさんの友達って俺のためじゃないですか。ね、うん、俺の地元の高校に行ってるやつだったんですよ。うん、で、リョウさんにはちょっとタメ口あんま聞けないじゃないですか。うん、まあ今聞いてんだけど。うん、なんかだから微妙な関係みたいな。両さんって呼んでんのに、でもその友達と喋るときはめっちゃダメ。あ、そうなんだみたいな。あいつ知ってるみたいな。あ、だからあ、両さんあいつって。でもこいつコミッションだから全然取り持ってくんない。車3人に乗ってるのに。いやなんかちょっとめっちゃ気遣って喋ってんなと思って。気遣うだろこっちは。まあ送ってもらってんだから。何にも喋んねえんだよ。え、そんでいつも奢ってもならなきゃいけないの。何だかんだ。いつも奢ってるのどっち。でもいいじゃん。いつもご飯奢ってるのどっちだっけ。僕ですけど。ちょっとなんていうか分かんない。あ、プチ元気だよ。あいつ元気すぎるから。覚えてくれてありがとう。なんかいいな、パイは。いやでもめっちゃいい家だったな。りょうさん、りょうさんずっと黒子だったんですか。今気づいたって。何？りょうさんいるの今気づいた。どういうことや。こいつバカだね、ほんとバカだね。いるね。いや、この間マジで、この間さ、タバコ吸っててさ気づかなかったんだけど、ね、やばかったんだけど、マジで。いや、なんだっけ。あ、それで買い物に、俺ナシと一緒にヤマダ電機行ったの。うん、で帰りに、何に？じゃちょっとマナー悪いかもしんないけど、ちょっと歩きタバコしてたの。おい吸いたくなっちゃったから、してたんだけど、我慢したんだけど、ね、たまになんかタバコ取りいるじゃないですか。あのタバコ取りがね。タバコ取りが、おっさんがいるんですよ。タバコ取り？タバコ取り、俺もう目あったと思って。タバコ取るやついいんじゃないですか。あれですよね、あの、ちょっと禁煙の。禁煙の、まあ、ポケット、ポケット入ったら持ってくるやつですよね。俺目あったと思って、もう絶対あいつ気づいてるなと思ったから、もう自ら置きに行ったんですよ。すごかったよ、ね。もうゼロ距離で何も言われてなかった。だからなんか、あのさ、女の子渡ろうと思って待ってたの、あの、ドンキー前の。はい、で俺、結構急いで行ってたから、一番前歩いてたの。で、りょうさんはもう覚悟を決めて、一吸いしたわけよ。あ、もう取られるなって思った、はい。そのままスルーだからね。もうそられるなと思ってもうスーだよね。存在感なさすぎるやろと思って。え、それがもう見えてないよね、俺のことね。もうバンバン煙出してんのに無視してもうお前の存在感しかもう有意義に吸ってしまったもん。古虫ね、古虫。りょうさんだってミスター無害だもんね、昔のあだ名で。なんで気づかないか分かんないですよ。俺もう自分で置きに行ったのに。無害じゃなくてそれ無じゃないですか。無で、無だよ、無だもん。りょうさんすごいから、だってパールで NG ゼロだもんね、今のとこ。うなずいてるだけだしね。いや、うんうんうん、絶対一番好きもないけど、絶対歯向かわないからね。わかるわ。でも今日編集で俺ヘルプついてるのにりょうちゃん来たの。俺から一見りょうちゃんが来たの。おー森井飲んでって言うから、お前上から目線じゃねってなって、あげないみたいなこと言われてりょうちゃん超面白い。たまに強気だからりょうさん。りょうさんね、あの数少ない席では強気だから。りょうと基本もうね、相槌の打ち方半端でなくて、俺首そろそろ折れんじゃねえかなと思ってからね。じゃもう首揺らすぎて。りょうさんミスター無でいいじゃん。もうミスター無、ね、初回ついてる時に俺ナチの視線感じすぎて、うん、めっちゃ嫌なの。いや俺りょうさんが働いてる超面白い、うん、俺が新宅で初回ついてる、ナチが A 宅にいるとめっちゃ見てる。後輩に見られて緊張する。視線が半端なった後輩に見られて緊張する。しかもめっちゃ笑ってんの。確かにめっちゃ俺視界に入るから。じゃあなんか全然髪長くないのに、あのパール30分2人にあげるから
大変だ。全然髪長くないで髪かき分けすこって。いやいや。二人で。確かにりょうちゃんが初回ついてるの俺もちょっと見てんだけど、めっちゃ格好つけてるからね。つけてないですよ本当に。いやでも別にプレイヤーが戻ったから別に格好つけていいんですけどね。いいんだけど。可愛い。面白いよ。カッコつけてるって言ったら最近だって代表もね、カラコンつけてる。代表カラコンつけてるの、ほんとに。今日つけてないから、見てる、うん、ギャロン、ギャロン、ギャロンは。最近代表モテようとしてるから。タイガーにしか入れてこない。タイガーとヘアメイクさんいないと俺つけられないから。カラコン。カラコンね。リョウさんもやめたのか。俺もやめた、カラコン。リョウさんやめたんすか。もうやめた。俺全力でみんなに否定されたから。カラコンイベントやろよ、今度。カラコンイベントあります。みんなでカラコン。すげえ小さいじゃん。めっちゃ小さいイベント。みんなかっこいい。でも昔メガネイベントとかやってましたよね。やってた。ちょっと売り上げ上がったよね。そうでしたっけ。いや、メガネ今日かけてからシャンパン入れてよって言われて、ハワの世界だよ。確かに。メガネ来てから来てって言われて行く女の子います。あの、メガネ見てください。リョウさんの名前のところ。何？りょうちゃんかっこいいよ。ミスさん、ミスさん無理した。なんでナチさん大好き、あんなコメント小さいの。ナチさんのこと。ナチさんの下。俺の下だ。こびとかっつって。ミスさん向かいだから。悲しいよな、ほんと。やべ、気づいてくれた。あの時めっちゃ悲しかった。ノーパンで見ています。マジで。なう。そう、マジでちょっとそれ大好き、俺ノーパン。レイさんのメガネ好き？あの、毛とかいらないもん。俺のメガネあんまかけないけど。タイガ飲んでなくない。ウォーウォー、タイガ飲んでなくない。ウォーウォー、タイガ飲んでなくない。ウォーウォー、消えてく、消えてく、消えてく。タイガ消えてく。このメンサイってタイガ今ほぼほぼ消えてたからね。ジオ、ジオになってる。やっぱりっすか。だよ、じゃあ今の誕生日なんで今の政治に一言どうぞ。え、今の政治に一言。はい。俺この間自民党にメールしたんだよ。意味わかんないね。どういうことじゃないですか。やば、うん、最近大方さんのさ、秘書が、秘書みたいな自殺の先生ね。大方の上司ね。あれでさ、大方のスタップ細胞はありますって言われてすっげえ面白いんだけど。あれ別関係ねえじゃんな。じゃあね、フジモンしか出てこない。野々村さんの方がウケるんですよ。あれでしょ、これでしょ。えいちゃん、やったんです。西の宮の縁もゆかりもないっつって。あれいじられすぎっすよな、あの人。しょうがない。いや、もかたさん、かわいそうだな、マジで。いや、だからね、ちょっと自民党にメールしたの。600文字しか送れなかったから、3回に分けた。じゃあ俺、1800文字持ってたんだと思って。十分じゃないですか。え、しかも2回、だから、あの、物言うホスト1、物言うホスト2っつって送ったの。はい。やっぱ返事来ない。なんでしょうね。そうね。なんちゃん、謙信、退学になっちゃう、退学。え、なりますか。え、飲もうか。はい。いや、俺おめでとう。はい、バースデー。トップスワッシュ。バババババースデー。バースデー。バースデー。バババババースデー。バースデー。バースデー。でも今思えば、ここもみんなもうここ3ヶ月例えばこの4人バースデー迎えるんですね。そうだよ。明日代表、あ、今日か代表皮切りに。バースデー前に飛びたい。来月とは。で10月ナチ。一人。無害、いや、ごめん、無害だから。いや、そこしっこきた。言わせていい、そこは。でも、りょうちゃんは、あの、四つん這いでジュビリ入れるからね。基本ド M っすからね。りょうちゃん、でもジュビリ入れるでしょ。すぐはあるね。四つん這いでも。めめたんで。え、なんで。トムさんもいる。なんで名前出すんすか。4000人いる。はい、ガバヒキガバヒキ。絶対頭おかしい。マジで。珍しい。いや、今の、今のはでも、りょうさん正解、りょうさん正解、今の。なんて、なんて、今のりょうさん正解。4000人見てるんですよ。なんて、なんて、言えない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 、あれ言えない。今なんで、どうなんですか。いや、言えない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 、あの、りょうちゃんのエースの名前、俺言っちゃったもん。もうよくわかんない。それもここで話さなくていいですよ。もうそれも話しちゃダメ。違うお店に行って、めっちゃ使ってんのをりょうちゃんは見て、知ってるんだけど何も言えずに、つってやってさ。いやいやいや、ちょっと可愛い。そうじゃないですけど。かわいい、かわいかった。俺が怒ったんだもん。かわいいって言って。ふざけんなよっつって。ね。5人の中誰が一番酒強いの。タイガじゃね。タイガだね。でもタイガとナチじゃね。いや、代表だと思うな、俺。タイガな。俺でも10年収録で酒飲んでっからね、ほぼ。まあまあまあ。いいだろ、もなんだって。でもナチさんも強いからね、言ったら。俺潰れないし。何よ、顔白。白いっすね。え、白いじゃない。白、あんまり白くはないね。でもリョウさんも強い。いや、俺強くない。レイタさん飲まないだけで強い。レイタも強いね。代表は酔ったふりする。なんでこれ。誰だろうな。何してんの。タイガは酔っ払ったらめんどくさい。長い。長い。トワとタイガはマジ恐ろしい。怖くない？うん。
マジ怖い。はーいとか言って、はーい、お金使ってたら怒らない。怒るよ、怒るよ、あ、怒るよ、怒るよ、怒るよ。りょうちゃんは怒んないの？りょうちゃんは怒れないんだよね、怒り方が分かんない。怒れるか、いやいや、怒るか怒らないかだってね、めめちゃんがさ、ファンのとこで使ってる。めめちゃんとか意味わかんない。大丈夫、2回目はりょうちゃん、りょうちゃん意味わかんないよ。りょうちゃん、なんでりょうちゃん NG ないの？りょうちゃん、なんで名前ないの？よくわかんないよ、NG コメントないんだよ。ダメっすって。え、全員酔ったらどうなります？りょうさん酔ったらどうなります？関根さんがトイレの時にめめちゃん言って、この人頭おかしいんだよ。だって元カノの名前は、あー、ほらほら言うやん、ほらダメ、これはもうダメだな。誰が出したんこれ。りょうさんどうします？りょうさんどうします？え、どうします？もうなんかもう本当にバラしたい、いろいろ。いや、マジでやめてほしい。いや、マジで、マジで、いや、マジで、いや、俺ここまで言われると思うなんて。いや、マジで、でもここまで言われると思うなんて。いや、俺マジで何したいって聞いたら、バラしたいってさ、浅いなぁ、ほんとに。いや、俺もプレイヤー戻ったからな。いや、戻って、マジこれ、いや、マジこれはまずい。いや、お前、お前マジで WhatsApp よ。WhatsApp よ。マジで、ほんとに、頭抱える。マジプチョヘンさん。じゃあ、ねねちゃんじゃない、ねねちゃんだよね、ねねちゃん。いやいやいや、ねねちゃんだよ、ねねちゃんだよ。今更そんなんいいっすって。いや、もう取り返しにつかんで。いや、もうマジこう言っても全然もう何にもならんすもんね。全然取り返しにつかんで。マジまだらすから、マジ。まあでも、もうでも、まああれっすからね、もうでも全然。マジハプニング。いや、何も伝えてねえ。いや、マジでもう、でもあれなんだよ。この間、ラスさん言ってた、あの、もしオラフがリョウさんだったら俺大好きなんですけど、リョウさんがリョウさんがもしオラフだったら。最後が、ひどいよマジで、最後がひどいよマジで、ジブリだったらシリーズ、うんうん、はい、太鼓お願いします。お前黙れこそ、マジで。それ俺やったやつや、お前に、はい、お前に、いや、それ俺やったやつや。いや、お前に、いや、お前ずるいわ、それ救えんの聞いてんの、俺は。いや、それ俺やったやつや。お前ずるいわ。違うの、違うの、違うの、いや、それずるいわ。それ俺のだから。ちょっと違うんです。いやいや、ちょっとじゃあちょっとナッチバージョンで。いやいや、やりたくないっすよ、そんな俺の。ネスさんは言われた、あの、明日が役立ったんですけど、モル役を俺がやったっていう。いや、全部リョウちゃんだった。いや、お前マジです。マジで3守れんの。あー、それ言ってたかもしれない。いや、かぶったっす。今普通に懸念にかぶったっす。違うじゃん。いや、今懸念にかぶったっす。マジでって言いたいだけよ、マジで。俺知ってるから。最近さ、あの、アナ見た人いる？アナと雪の女王見た人。見てない。すごい、マジで。見てない。ドラゴンボール見たやつか、代表、うん、ドラゴンボールでいきますじゃん。いや、マジカカロットマジ戦って。いや、マジで戦ってほしい。最近さ、VIP ついてる時にめっちゃ向かいの席でおなちが俺の話してるのすっげえ聞こえるの。すっげえ嫌なの、ほんとに。俺こっちも喋ってるゴムゴムの言ってよ。大河、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 じゃあもしもリョウさんがワンピースのキャラクターだったら、はい、どうぞ。じゃあルフィだったら、はい。いや、お前俺超仲間のこと大事に思ってるし、いや、マジゴムゴムのピストルだよね。意味が分かんないけど。いや、マジで行きたい。ロビーロビーいや、マジで行きたいです。CP9 がよく分かんないけど、マジ急にいねえから。確かに、お前が分かんない。言いそうなことでしょ、うん、言いそうなことでしょ。言わないから、あの、みんな、ちょ、みんなに言わないでほしいけど、俺海賊王になるから。いや、俺マジ海賊王になるから。言えよ、みんな。マジでか、俺マジで世界一の剣豪だから。そうなんだ。みんな言わねえけどって。そうなんだ。魚食えねえけど。魚食えねえけどって、それ俺じゃないですか。いや、何も食えない。りょうさんも食えない。りょうちゃんも食えない。りょうちゃん焼き魚食えない。おいしいな、ほんとに。あー、面白いや。もうりょうちゃんが何だったらシリーズが一番面白い。ね、俺思うの、本当に。でもりょうちゃん、いくらあれば先っぽ入れてくれる？はい、マジで言ってますね。あばっちゃってます。あばっちゃってますよ。質問に答える、先っちょ。いくら、いくら、りょうさんいくら？いくらって、ね、いくらってない？だから、いくらもらえ、使ってくれれば、入れてくれますかって。先っちょだけだからね。先っちょだけだから。それ拾っちゃダメ。拾うよ、ここの番組は。どうしようかな。初乗りぐらい。おい、エビ担当だよ。エビとタンコとイカしか食えないから。もしも、りょうくんがドラえもんだったら、3、2、1だ。いや、マジで、あの、
どこでもドアってお前、まあ、限りあるからね。限りある。全部いけるわけじゃねえから、まあ、使うな。限りなかった。いや、ていうかお前マジ頼りすぎ。お前ちょっとぐらい自分でやれ。あ、伸びたり伸びたり伸びたりの伸びたり伸びたり伸びたり。お前マジで弱え。もはや、まあ、夏さんも捨ててるし。今日だってドラえもんのスタンドバミ今日からでしょ。あ、今日からですね。俺も好き始めた若干。いや、まあ、代表の携帯え代表の携帯もあの青いケースだから多分つけてるっすね。あ、マジで本当だ。だからちょっと腕つけてるもんね。なんかシリーズないの。ほんといいよ、シリーズは。すごい。でもさ、シリーズ何年ですか。シリーズ言ってください、シリーズ。シリーズなんで俺が言うの。いや、りょうさんもやろうよ。りょうさんもやろう。すごーい。じゃあ俺らやって、本物本物本物。じゃありょうさんがもしもドラえもんだったらなんて言うの。スリーズワンだ。ねえ、ドラえもん、ドラえもん。いやいやいや、ジャイアンにいじめられたんだ。正解はどっちかな。俺とタイが正解どっちかな。いや、ツイッターフォローしました。誰の。え、なんかほら、ドラえもん、ドラえもん。正解は、いや、アッソって言うんですか。アッソって。あ、全然面白くない。惜しいんだよね。違うじゃん別に。あのやっぱあのリピートしねえわ客。本当にもうだからへこんでんじゃん。内容って基本的にへこんでる音しか言わないよ。マジンブーだったら。いやマジひょこりしてくるしかねえ。それしかねえや。もう何でもいいじゃん。マジでって言いたいだけでしょ。もうなんですよ。クレヨンしんちゃんの坊ちゃんだ。難しいだろ。いや、坊しか言えねえじゃん。坊ちゃんが坊が言ってるの見たことないだろ。いや、ありますよ。意外とありますけど。いや、あんの。いや、ありますよ。今日なんでこんなみんな幹部会なんですか。幹部会。幹部会。いや、だから、とわ以外全員いるから。メインの、これからメイン MC がナジさん、タイガーと俺じゃん。あー、なるほどね。代表バースデーじゃん。あー、面白くてなるほどね。俺が勝手に決めたあのサブ MC で、りょうさん。じゃあ、俺何サブ MC。そうだね。勝手に決めた。特別扱い、特別扱いね。うん。で、りょうちゃん、ドラえもんでお願いします。ドラえもん、りょうさん、うん。いや、もし俺がドラえもんだったらどういうことなんだよ。うん、誰も俺のモノマネしてる人いないからね。なつのモノマネできないよな。客で来た有名人だよな。客で来た有名人、昔は小倉優子来たよ。やっぱ北川景子かな。うん。オバマ大統領に一言。オバマ大統領に一言。りょうさんですか。え、黒くね。じゃありょうさんで、オバマ大統領に一言。Yes, I can. No, I can. No, I can. 俺はできない。いや、俺マジで No, I can. お前仕切りすぎやから。いいよ、もう。結構俺マジで日本人だから。で、もう一回言って。No, I can. 俺マジマネしないよ。マジマネしなくていいよ。もうマジいいよ。マジどんだけ言うんだよ。マジちょっともうすげえ聞こえてくるもん俺日々タクついてて。お前野々村、野々村そんなわかんないんだよ。お前絶対どっちだろお前。いや、エヴァンゲリオンのモノマネだって。リオちゃんのリオちゃんのわかんないけど、エヴァンゲリオンって名シーンなんだっけ。俺やるっすよ。あ、マジであなた死なないから。エヴァンゲリオン、私今、いや俺守るから。あ、逃げちゃダメだこりゃ。あ、マジでこれ逃げちゃダメだ。あ、これマジの方ね。あ、逃げちゃダメだ。俺行くわ。歌はいいな。リリーが歌、文化の極みではマジで。ちょっと一個だけ言って、え、あんたバカ。やめよ。あんたバカ。やべ、マジ動かね。全然。What's up, yay? What's up? やべ、マジ全然動かね。いや、マジ What's up, yo? シンクロ率マジ悪い。エティフィールドって何。もう言わないじゃん別に。俺そんな言わないじゃん。ちょっと詰め。いいよもう。マジフィールド破れねえ。いや、りょうちゃん、りょうちゃんじゃねえ、ホタルの墓だから。ホタルの墓。いや、シェシコ、それマジでおはじきだから。それドロップじゃねえからマジで。兄ちゃん買うからちょっと待って。はい、CM です。イエイ。お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。今月書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。
俺の女になる。プロポーズされたいならゴール。He's called Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban person, like travelers. The job is once reassuring, yet we can earn lifetimes worth some money in only one year. バスでのあれ言わなくていいですか。あ、言っていいのかな。今ちょっと遅いな。明日バスでなんでみんな来てね。来てね。手ぶらじゃ返さないよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。いやマジで。おろす。いやマジで。いやマジで。マジで。わかんないけど。いやマジで。だから。ラブズでファイト。セキュリティフィールベタ。セキュリティフィールベタ忘れた。セキュリティ。セキュリティフィールベタ。最近みんなマジでって言うから、なんか俺あんま言えないんだよ。いや、言ってるよ。言ってるよ。言ってる。全然言ってるよ。私はマジで。いや、マジでって言えないんだよ、最近。いや、マジで。皆さん、なんで自分のモノマネしてるの。いや、マジで。マジで。あ、自分のモノマネしてるみんなを真似たの、今。いや、マジで。タイガー？すげえ飲ませるやん。全然飲んじゃうけどね。カエル作れるだって、なんかこんなのどうなんだっけ。なんか作れんよ。どうだっけ、忘れちゃった。何ですか、セコムしますか。いや、そろそろ。あ、これこれこれでしょ。ドリュー、ドリュー。あー、これドリューなんだっけな、ドリュー。これでしょ、カエル。ドリューあれだよ、モグラ。土の竜。モグラ、ドリューあれだよ、モグラだよ、モグラ。モグラなんだっけ。モグラの歌で書いてあったでしょ、みんな見たでしょ。いや、モーハンでいたよ、マグロ。それ、すじだんまい。社長、社長、社長よー、すじだんまいやるんだよ。モンハン10月11日だよ。あ、出るんですよね。 4G でしたっけ。俺の誕生日の3日後、10月休みまくろ。読めるよ。ヨさん、夏場のボディクリーム塗るの。塗る。夢表ってなんて読むの。あ、なんだっけ。カエル正解って何が。あ、手か。海ひょうって何。あ、俺でしょ。海イルカ、イルカ、イルカイルカでしたっけ、これ。いや、イルカは海豚。シャチ、シャチ、シャチ。シャチは、あの、あ、海トラだね。海トラだね。じゃあ、クジラ、マグロ。正解教えて。モハやろ。マグロ狩りに行こう、狩りに。アザラシ、アザラシだっけ。え、なんだっけ、それ。海ひょう、海ひょう。ペンギンじゃね。ペンギンじゃないっすね。ひょうか、ありますね。あ、北極熊。もう北極の時点した。確かに。アザラシ、アザラシだって。海のひょう。アザラシじゃね。タイガお酒強いよ。なんで正解15歳おかしいだろ、さっきからちょいちょい言うじゃん。さっきからすげえハマってるやん、一人で。好きな AV 企画は。そこ拾います。全部拾います。 AV 企画ね。全部拾います。 AV 企画ね。だって AV 企画行ったところで何の爆弾にも何もならんでしょ。別に AV 見るの法律で認められてるんだ。じゃあ、りょうさんから。あ、俺から。はい、ギャッチ答えなさい、きます。俺から。え、まずりょうさんから。俺ね、結構レイプも好きだよ。俺も。いやー、無理。わかるよ。無理だわ。で、レイプってさ、非現実的じゃん。無理だわ。俺ら絶対しないじゃん。いや、無理だわ。わからんでもないよ。あー、やっぱり、やっぱりドイツの血が騒いじゃうかもしれないけど、やっぱちょっと。いや、レイプも、え、なつさんもレイプもすか。りょうさん、ほくろにレイプされてるもんね。死ねとか言って最悪。葬式の葬式。親呼んで。なつさんもレイプもだから、タイガは。俺は、素人っすかね。あ、でもちょっとわかる、ちょっとわかる。女優とかじゃなくて。めっちゃ惹かれてんじゃん、裁判無理だわ。裁判無理だわ。女優とかじゃなくて、新鮮さだよね、そのね。しねえよ、俺絶対。私のお墓の名前で泣かないでください、そこに私はいません、眠ってなんかいません。お前いつ来んだよ。いつ来んだよ。何普通に喋り出しちゃったんだよ。すげ
で引かれたから言わなきゃよかったなと思って。なんでショック受けてんだよ。え、大丈夫だよ。それあれでしょ、 AV で好きなの別に好みじゃん、もうそれは。いや、まあね、俺だって逆に言えば、まあね、レイターはって聞いてるけど、俺もだってナツさんとリョウさんと一緒だもん。俺も好きだもん、レイプとか見る分には。見る分にはね、見る分には好きで。レイプかわいそうになっちゃうっすね、なんか。でもまあ何でも見るよ。優しいキャラなんだね、やっぱりりょうさんは。かわいそうですね。まあ、ね、え、なんで今日こんなんか静かなんですか。やったことがあるコスプレ一番だって。ちょっとなんか一番楽しかったのがりょうちゃんのモノマネになっちゃったからね。次あそこでヒートアップしたから結構探してるんですけど、なんもないんだよな。そうだよ。あ、りょうさんのためにコスプレするからって。りょうさんが一番好きなコスプレ君。あー、コスプレ JK。 JK、 JK、 JK はいいわ。ジャイアントコング。じゃあ、じゃあ、僕、マジで JK やばい、マジで JK? なんか離れて初めて分かるみたいなあるじゃん。何て言ったんすか、ジャイアント、ジャイアントコング。あ、ジャイアントコーンって言う。ジャイアントコーンかぶりました、今。ジャイアントコーンだったら背景変える、背景変える。何がいい、ジャパニーズコップ。背景何がいい。ジャカニ、ジャパニーズカップでしょ。え、全部 C っすから。あ、そっか。 K って何ですか。ジャパニーズジェイゲ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 でいいよ。何、背景何がいい。ジェイゲでいいよ。背景何がいい。今ジェイコング。背景何がいい。ジョーコング。背景シンプソンズがいい。俺りょうさん聞いてないから。俺シンプソン好きや。りょうさんにまだ聞いてねって。シンプソンズがめっちゃいい。JK でいいよ、JK で。JK でいいよ。ただ変態よ、大丈夫。大丈夫かな。ピカチュウ。背景ピカチュウでいこう。色かぶっちゃってるからこれ。背景ピカチュウでいいじゃん。じゃあ俺の画像にしといてください。普通ピカチュウ。ほら消えた。俺消えた。あ、直った。あ、あれ、あ、あったんだ。じゃじゃーん。じゃんじゃがじゃん。サイバーロリコン。ロリコンなんすか、リオさん。うん、ロリコン。ここになってる。もうロリコン、ロリコン。弱い。リオさん、ほんとロリコン。もうロリコン。ほんとロリコン。マジロリコン。何ですね、燃えちゃうから。俺背景にしてどうすんだよ。やってみます。いいよ。宣材写真を。いいよ。すげえかっこいいよ、俺。すげえ恥ずかしい。びっくりするぐらいかっこいい。多分全米が泣くね。かっこよすぎて。あのなんでこれにした。なんでこれにした。また消えたよ、俺。なんでこれにした。結局消えるよ、俺。お、エリカ、おはよう。おはよう。エリカ、おはよう。さ、おはよう。結局消えたよ。レイジさん、テンション上がってるの、めっちゃ。あ、消えた。消えちったよ。青は何でも消えちゃうのかな、ショットさん。何歳から何歳まで OK だ。青は消えちゃうすか。あ、写真良かった。だいぶ下げてるけどね、あれ。海行こう。白も消えちゃうんすよね。海行こう、海。ああ、そっか、こっちの青か。まあ顔が薄い順に消えかけてるよ。シャクは俺一番。シャクは俺が一番ね。いいよ、シャクは出すもんじゃね。もう知ってんね、ナチュ。夢ちね、ナチュがシャク好きなの知ってんね。よく知ってる。シャク大好きだからね。おいしょ、ほんと好きっすね、ユミコ。うん、さっきオノノノカも好きだよ。あ、オノノノカはおののシャクナチめっちゃ可愛い。昨日ローファー見ながらりょうさんと喧嘩したからね。してるよ、いい。可愛いのはののか。可愛いののか。誰ののかさ。おのののか、いずれおのののか。おのののか、おのののか、おのののか、おのののか。石原さんと分かる。あ、さっと可愛い。めっちゃデータさんね、好きだよ。データさん好き。有村架純めっちゃ可愛い。いや、あのさ、さっとってやめよ、マジで。そう、なんかうぜ。サットって何。え、有村架純、特殊部隊。俺めっちゃ目つけてる、ね、スワップやろって。サットサットだよね、スワットね。スワットやろって。サットサットね。SAT サット。年上が好き。年上と年下どっちが好き。年上、早口言葉言えるよ。どっち。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。ギバちゃんが言うやつ、早口言葉あるよね。右耳の右耳、右耳、右耳。しゃべれば喋っとってみたいな。右耳の右耳、右耳の右耳、右耳、右耳、左耳。右ですね。右耳の耳、右耳、右耳の耳、右耳、右耳。え、右？え、右耳の耳、右耳、右耳、右耳の耳、右耳。いや、マジ違う。マジ違う。右耳の耳、右耳、右耳の耳。
ミミ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 ミめっちゃ面白くて、や、本人やと本人全然分かってんのよ。じゃあ、タイガー、タイガー、タイガー、はい、東京特許、東京特許、許可局。いや、違う、東京の、あの特許が、あの、量絶対寄せてるって言うけど、てか、俺だからね寄せてねえし、いや、言いづらいな。え、でもさ、東京、そもそも俺だから東京特許、許可局ってないんだよね、本来ないんだよね。あー、これね、これミニミニ、知らん、お前団子みたいなやつ、ね、団子三兄弟、東京特許、てめえもん、東京特許、寝ろ許可局風呂入って寝ろ、りょうちゃんスペシャル。いや別に俺寄せてないからね、ほんとね、早口言葉は難しいね。ミミミミのミミミまだやんの。これめっちゃむずくない？むずい。ミミ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 いやマジで方法結局全然飯食ねえ。チュクチュクボス、いつも飯最後ボス、いつも最後飯。秋田に帰りでチュクチュクボス。この米の時代変わった。あ、そうなんだ。こっちから見れないからごめんね。見やすくなったね、ちょっとね。こっちは見やすかったですよね。わ、うん、いややっぱロビンマスクかな。ウォーズマンだろ。ウォーズマン、俺もウォーズマンだ。お前してる？はい。します。誰だっけ、あ、ポケッキョ。マジでポケッキョ。いや、マジさ、超疲れて、お、ポケッキョ。全然飯こねー。映画のルロケン。このバージョンだ、それ。映画のルロケン、どう見たの？ちょっと見てみた、俺見てみないんだよな、あれ。獅子王誠見た。ルロケン。所詮この世は、弱肉強食だから。弱そう、危険使いなそうだけど、何も使いなそう。お前さ、さっきからお前刀に敵だ、どうすんの？マジで危ねえから。お前、酒場刀とかなめんなよ、マジで。俺、めっちゃ強いから。あれさ、俺思うけどさ、もうほぼ出川と一緒だからね、マジで。曜日を全部英語で言ってみて。サンサンデマンデー、ウェンゼー、サンズデー、サンズデー、ファイデー、サンタデー、サンデー、カムサゲインつって。そう。ね。そう。なんで無口お前。はい。なんで？今何人の中でしょ？タイガー投げ技術。とりあえずこれやろう。いらっしゃいませ。ネタ切れ。もうネタ切れじゃね。はい、そろそろもうネタ切れてる。いや、時間的に。てかもうベロベロっすね。もしリョウ君がルパン三世だったら、いやマジ。クシコ可愛い。てかさ、クシコ可愛い。マジ銭形しつけ。あいつ、俺のこと大好きだから、マジで超好き。いや、めっちゃ声もめっちゃ切りますやん。別にさ、あいつめっちゃ切る。もしもシリーズ、別にここしかやらないよ、別に。よろずにクローズに出てたら、クローズに出てたら、いいよ、もう飲むよ。リンダマン、クローズ誰も言えないから、マジでリンダマン勝てねえ。マジ全然こんなんカラシだから舐めてるわ。なんかもう結構ね、俺らバカって思われてるのかね、みんな、みんなに。いや、そうだよ。曜日を英語で言えとか、ククの7の段言えるかとか。でもさ、俺さ、高校の時にさ、なんか入る時に今日の曜日を英語でって言われたの、口頭面談みたいな、面接でしょ、言われて答えられなくて。読んでるよ。何読めたの、ちなみに。その時にね、木曜日だったらしくて、もうその日木曜日知らなかったから、7、6、4、12、7、7、7、9、普通に中で6、7、9、6、まあ受かったけどな。シュビドゥバドゥ、シュビドゥバドゥ、シュビドゥバドゥやめっちゃツバと女だけど、シュビドゥバドゥ誰にやるのかな。そう、なっちゃん募集好きだから。誰にやっちゃおうかな。ブログ書くわ、ちゃんと。ごめん、あ、チティーシャツ欲しいっすね。あ、そう、ほんと欲しいな。好きだし、星になりたい。そう。なんか
今日、まあ、リョウさんの話題この話題よ元気だよ。リョウさんのモノマネしないとなんかもめないいよ、別に、ね、自己満しちゃった、スターデキブ月曜日だよ。じゃあ何の段みんなで言いますか。いや、言えたじゃん、もう言ったんだよ。じゃあ1の段からみんなで行きましょう。シチシチよーい、どん、はい。インチが1、インチが1、インチが1、インチが入れる。2が4、2、3が6、2、4が8。シチシチ、四十九。シチシチ、四十九。七五。三十五。おぉ。六七。四十九。やっちゃった、やっちゃった。わーい、わーい。やっちゃった、やっちゃった。わーい、わーい。え、六七？四十二っす。四十二だ。え、言ったでしょ。四十九時だ。八号。鼻水。え、鼻水。鼻水じゃねえ。四十。三パ。六十四。おー。五四。四十九。四十八。やっちゃったー、やっちゃったー。三十五。あ、五四。はい。やっちゃったー、やっちゃったー。わーい、わーい。五四三十五。もうね、頭悪いみんな。何でも言っちゃうから。マジで。九九。八十一。いや、もしりょうくんが出川だったってほぼほぼ出川やん。くご出し方一緒なんだ、はい、やっちゃったーやっちゃったーわーいわーいやっちゃったーやっちゃったーわーいわーいやっちゃったでも掛け算って、なんかすぐ答えるって前提で何やにって言われたらすぐ答えれないんだよね。まあ確かに答えられない、わかんないもん。四十五だった。鼻水めっちゃ出たし。アホだ。え、ゴック四十五っすよね。ゴック45。アホだって言うけど我々全員大卒だから。マジで。いや、あなた方もね、あの即答できるかって言われたら全然みんなできないんだよ。ちなみにマジで大卒だからね。最初のあほらすごい3 42あそうですね。考えちゃうからダメなんだよ。6 7 49しかもまだやった。はい、なんでだよ。死じゃないの。死じゃないの。わーいわーい。やだだだだだだだ。わーいわーい。3番36 36 36 32。あ、嘘、はい、うんちうんち。何やマジで。え、3パって言った。3パ、あ、24っす。24だ。24。光の速さ、光の速さは何キロ。地球7周半ぐらいだよね。そうだね。早っ。1秒で7周半。超早っ。何周半か。音は340メートルぐらいだよね。はい。重い。音はそう。そう、大卒。みんな大卒なの。掛け算のマイナス分だって俺、雷落ちたらすぐどれくらいの距離で落ちたか調べる。あ、アルバイトの。ピカッて、意外光ってから1。まあ1キロぐらい離れてるかな。で、3秒だったら大体1キロぐらい。ボロンバーンだったらもう出勤しないもん、怖いから。バンバンもう落ちてるぞ。バンバンもう死んでるかもしれない。危ないから。俺、ゴローンでもう数えです。光の速さ、マッハ、マッハ50ぐらい。じゃあ、だけどさ、テスト 0.2 とか言ってけど、あれ国語じゃん。てか俺もあれ得意な教科ってあるじゃん。そうだから、マジで俺数学だったらいけたよ。そうだよ。あれ受けたかったんだけど、めっちゃ。何が？あのテストめっちゃ受けたかった。あ、そうか、内勤だったから受けてねえのか。そうだよ、本当に。ただただ写真撮影してた、本当に。いやね、意外とね、でも中2でしたから。あ、中2っすね。中2か中1だったはずだけど、あれ結構むずい、やっぱ。いや、難しいよ。まあ手加減したっすけどね。ん？俺理科だったらいけたもん。そうそう、俺理科いけるから。俺理科得意なもん。科学ですか？てか俺理科とか好き。え、理科好き。メスシリンダーとか好き。だって俺あれだよ。どうですか？あの惑星の並び全部言えるよ。地下木ドッテン、どんちゃら感じで。水金地下木ドッテン解明。ああ、言われたやん、これ。たりもパカ。パパ。ケリーベイ僕のお札。ELT みたいな話だよ。違うよ。エブリティクルスイングじゃねえか。どういうことやねん、エブリティクルスイング。りょうさん今言ったらあれでしょ。スイベリーベ僕のエバーラブあれでしょ。タイムゲストのオプションでしょ。そうだ。エバーリトルタイガー。 CM です。エバーリトルタイム。あ、CM だ。多い。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。くくくくくおい NO おはよう N がナトリウム返すよ。 LINE
イン返すし、タイガタイガ言ってくる子、言ってくれる子みんなありがとう、本当にすごい嬉しいよ、いつもテンション上がってる、勝手にわっしょい、いやいや本当にありがとう、お腹消すけど、まあでもね今冥王星とか分かった、めっちゃ透けてる、え、わと変わった、今冥王星の方とか水平におりゃ、あ、水金近く、どって冥界でしょ、あ、冥界なんすか今、うん、タイガ981、961、961だね、はい、すいません、貸します。いただきます。ライン？取らないで、名前の。サイン、コサイン、タンジェントでしょ、左手って。タイン、なんか BKB みたいなのありますよね、なんか。ねえよ。なんだ BKB って。BKB？ BKB ですね。これだってもう、ジン、バカ野郎。これだってジンの数の数え方でしょ。え？ライン制御できない？なんで？ジンここもう絶対クシービーに引っかかっちゃう。ライン制御だよ。いつも数えるわ。したいけどできない。元素記号言えるよ。鉄だったらね、FE とかでしょ。待ってるよ。ね、はい、え、はい、鉄 FE FE でしょ、はい、酸素が CO だからよね、じゃあ山瀬ゲーム、イエーイ、お題元素記号出てたから、せーの、はい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 、はいはい、CA、はいはい、FE、はいはい、はいはい、3、CO2、2、はいはい、元素じゃないんだけど、それもう二酸化炭素のやつだから、合わせるよ、 FE、 FE、 そう、パイ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 、はいはい、パイパイパイ、はいはい、H2O、はいはい、お前も違うから、大人の階段登る、君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと、アダルトビデオ、それ AV、それ AV、AV アダルトビデオ、恥ずかしくて、HY がね、HY が、元素分かってない、この2人でしょ、この2人が、知ってるよ、元素ぐらい、手掛けで、順番通りに、あ、そう、俺が間違ってたんですか、じゃあ。水平に行けるかな、僕の兵みたいな感じ、僕は船だよ、水平リーベだよ、あのなんかあのさ、あの円周率のさ覚え方もあんてよね、目に読ねえか、 3.14 なん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 やつ、縦横、縦あれギネス記録で何万個も覚えてるやついるよね、何ですか、あの 3.14 の円周率、あ 3.14 の全然俺ダメだ、底辺かける高さ割る2、オーガだっけあれ、ガンマだ、オーム、オーム、オメガ、オメガ、あれね、オメガ、オメガ、オメガの下がわかんねえ、あれおめこ、おめこのやつ、あれ生コス、あれなんだ、タイガお酒強いのね、タイガ強いそれよ、ベータね、あれベータ、あれな、いや、なあれナメコス、ナメコ、イケメン、オメガとナメコ、ナメコ、まあオメガって言ってもあれ、あ、1分前だったよ、いや早っ、明日、つばさんのバースデーあるから、そうだよ、みんな来て、誰しめでもいいし、フリーでも一緒、あれはどこもの絵文字だな、あるよね、どこもね、文字なかったっけ、ごめんね、あるよね、なんかカキカキしてますね、ボケのダブルのやつ、まあでも来週か、来週ないんだ、そう、来週ないわ、うちお盆休みだ、お盆休み、さあ、また2週間起きだね、秋田帰るから、俺そう、だからまあ今月っていうか、今回からMC 固定でってもう一回言うけど、やるんで、今度こそ待ってますかって、今いるやん、逆に LINE して、逆に LINE して、これもう3人固定な、あれなんで、誰かわかんないの、3人ローテーションローテーションね、1月ローテーションで、来月、まあ今月、いいよ、じゃあ俺やろう、人数少ねえから、3ヶ月こういるかわからないけどね、ゴイゴイ、右に同じく、右に同じく、あ、またの、またの、またの、また、また来週はお休みだからね、再来週、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。